せよ、カンカナエです。こんにちは。知らない二人を監督しました今泉力也です。すごく恋に正直な人たちが集まっている映画だなと思います。私はいろんな恋に葛藤する、ソナという女の子の役を演じました。今回いろんな、ドキドキが混ざっていて、それを恋愛ですることにすごく、私は、緊張しつつ毎日が冒険だったんですが、ニューイーストのメンバーのみんなと一緒に楽しく、毎日、撮影することができました。本当にみんなありがとうございます。この映画が韓国の皆さんにも、楽しんで見ていただけるような映画になっていると思うので、ぜひ劇場に遊びに来てください。この度、知らない2人が、韓国で公開されることが決まりまして、非常に嬉しく思っています。この作品は、日常の中で、生まれる様々な恋愛感情と、人々の関係性について描いた群像劇となっております。本作に、ニューエイストの方たちに出ていただいてるんですが、本人たちはすごく、イケメンだったりとかすごくかっこいいので、そういう日常の中にこう馴染むかっていう部分はすごく撮影前は心配していたんですが、本人たちはすごく上手にかっこよさある種落としたり日常に馴染んでくれて、すごく魅力的な作品になったと思っています。すごく5人とも、この5人じゃなかったらできなかったなと思っています。9月14日から CGV で公開されます。皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。公式サイ CGV에서만나요。